それでは時間になりましたので、デザイン学部建築学科の説明会を始めたいと思います。今日、司会進行を務める建築コースの教員しております岸川です。よろしくお願いいたします。今日の配信では、建築学科の教員が皆さんからの質問やご相談にお答えします。できるだけ皆さんの不安を解消するための会ですので、質問がある人は後ほど遠慮なくご質問ください。配信は11時に終了予定ですが、時間の許す限り皆さんからのご質問にお答えしたいと思っております。今日なんですけども、参加者の皆さんはマイクとカメラがオフになった状態での参加になります。配信中は Q&A 機能にて質問を随時受け付けています。画面の下部分にある Q&A ボタンから質問をしてください。自分の姿や質問が他の参加者に見られることはないので安心してください。今回はチャット機能は大学からのお知らせのみに使用します。で、最後に皆さんにお願いなんですが、今日の配信内容の録画、録音、スクリーンショット撮影やその内容を SNS 等で無断配信することはご遠慮ください。ただ、感想はぜひ Twitter など SNS でつぶやいてもらえると嬉しいです。お願いします。これからですね、始めていきたいと思うんですが、ちょっとこうリラックスというかですね、アイスブレイクしたいと思います。皆さんの画面に手を挙げるっていうボタンがあると思うので、ちょっと僕の方から簡単な質問をしますので、手を挙げる機能を使って答えてみてください。じゃあまず、お聞きします。今日来てくださっている皆さんの中で、京都精華大学のキャンパスに来たことがあるという人は、手を挙げるボタンで手を挙げてみてくれますか。お願いします。ああ、来てますね。手挙げてくれてますね。これは、だいたいどれぐらいなのかな？2割ぐらいの人が、今来ているということで、手を挙げてくれました。手を挙げるボタンを押した方はですね、手を下ろすっていうボタンに切り替わってると思いますので、一回手を下ろしていただいていいですかね。お願いします。じゃあちょっともう一個、質問してみたいんですけども、今日来てくださっている方の中で、将来建築家になってみたいと、今の段階で思っている人は手を挙げてください。お願いします。建築家になりたいんだっていう人はですね、挙げてください。お、さっきよりもぐんぐんちょっと出てますね、これ。まだ来ますね。はい、ありがとうございます。半分超えてますね。過半数の人が、建築家になりたい。いいですね。頑張って建築家目指しましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ手を挙げてくださった方、手を下ろすボタンで手を下ろしてください。では、ちょっと本題の方に今日入っていきたいと思います。まずですね、会を進めるにあたって、今日はですね、私今喋ってますけども、私含めてですね、4名の建築学科の教員の先生方が参加してくださっています。それぞれですね、今日はですね、見えますかね。ちょっと僕のあれが見えない。お揃いの T シャツで、参加をしてるんですけども、4名の先生方にそれぞれ簡単に自己紹介をしてもらうというところから始めていきたいと思います。じゃあ最初にまず葉山先生お願いします。皆さん、こんにちは。葉山と言います。僕は建築デザインを中心にして、家具から街づくりの活動までを行っています。趣味は学生たちと一緒に建築を考えることです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、課長をしています。高松先生、お願いいたします。高松いつきと申します。住宅をはじめ保育園とか、いろんなインテリアをやったりしています。
好きなことはみなれワイワイといろんなものを一緒に作ることです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。高松先生いつも元気いっぱいですからね、今日もよろしくお願いします。じゃあ続きまして川上先生お願いします。はい、皆さんおはようございます。建築学科の川上です。専門は建築設計で京都で設計活動しております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。川上先生はですね、長くメキシコで生活をしていたという、ちょっとメキシコ感出てますかね、皆さん感じていただけると嬉しいんですけど、ね、はい、じゃあ最後ですね、私、岸川と申します。どうぞよろしくお願いします。京都でですね、建築設計をしながら、建築設計といってもですね、お店の設計をしたりだとか家具の設計をしたりだとか、いろいろいろんなスケールのものを設計をしたりしています。どうぞよろしくお願いいたします。で、以上がですね、建築学科の方で、専任をしている、4名の教員になります。ぜひですね、またオープンキャンパスなんか来ていただいても僕ら必ずいますので、見かけたら声をかけてください。お願いします。ということで、教員の紹介を簡単にいたしましたが、引き続きですね、学科の方の紹介をしていきたいと思います。建築コースの紹介をですね、今日は、高松先生の方からちょっと資料をですね、皆さんと共有をしながら、説明をしていきたいいただきますので、しっかり、見てください。じゃあ高松先生よろしくお願いいたします。はい、あれちょっと待ってくださいね。こういうことはよくありますね。すみません。あれ見えてますよ。見えてます？はい、見えてます。どういうことなんだろう、画面が。いけてます。はい、いけてます。今建築という、はい、じゃあ京都精華大学建築学科建築コースの紹介をしていきたいと思います。まず京都精華大学建築学科、つまり精華建築とはということですね。人と空間、空間と物、都市や環境、それぞれの関係性を考えながら新しい社会や暮らしのあり方のデザインを学ぶっていうことが精華建築です。で、他の大学の工学部系の建築学科とはちょっと違ってデザイン学部に所属してまして、建物を設計するっていうよりはどちらかというと学びのキーワードデザインとおいて社会や場所やそういったことを考える、最終的には建築家を育てようという大学です。で、社会や暮らしの在り方をデザインすることがこれからの建築に求められていますということで、考えたり構想したり想像したり、なんかそういうことを一番重きを置いています。で、身につく力というと人間身体空間建築都市に関する知識、まず一つ目ね。で、身につく力2ということで現実社会の問題に対する企画力および実践的な表現力、知識、表現力。そして身につく力3、国際的なコミュニケーション能力と独創的なデザイン力、この3つを一生懸命身につけていこうとしています。で、皆さんに1年から4年までどうやって過ごすんだろうっていうのがちょっとわからないと思うので少しさっと説明しますね。1年生多分入ったばっかりでいきなり設計できるのってすごい不安だと思うんだけど大丈夫です。まずは人間の体と物や空間に関するまず知識認識を深めるということで、人の寸法ってどんなんだろうとか、人が動くとどれぐらいの場所がいるのとか、人と物
との関係性はどんなことといった一番シンプルなことから認識、知識を深めていきます。で、まあそういったことをしながら少しずつ少しずつ空間などを考え出すのが1年で、2年生になると、それに形態や空間に思想や意味を持たせる方法を習得するということで、少しどんなものが社会にとっていいんだろうとか、どんな場所が新しい場所や風景になり得るんだろうみたいな、もう少しこう、思考や考える力を持つようなデザインを試みていきます。2年生はね。で、3年時になると、今度実践的なデザイン能力や企画力を習得するっていうことで、この成果建築では3年時からスタジオ制っていう制度があって、各教員がいろいろな課題を出します。で、その課題に自分に合った課題を自分で選んで、いろいろな教員の研究室にみんなが所属します。なので、1年生、2年生では全員一緒の課題をやってたんだけど、3年生ではみんな、チームごとというか、スタジオごとで、いろいろな学びをしていきます。で、4年次ですね。4年次は引き続きスタジオ制っていうことで、みんなが自分に合った、スタジオに所属します。で、4年次はやっぱり一番大切なのは卒業設計、卒業制作というのに取り組むことが大きなことになってきます。卒業制作って何するんだろうって思うけれど、要は最後に自分で自分のテーマを考えて、構想して、自分の作品、自分の建築を一人一人が作り上げて卒業していくっていうことですね。なので、4年次ぐらいになると、みんな一人一人が違った設計で、一人一人が違ったテーマに取り組めるようになります。最後はそれを発表して、展覧会があって、いろんな学内だけでない、いろんな人に見てもらえるチャンス、見てもらって卒業していきますね。じゃあ、次行こうかな。で、まあ、これ、カリキュラムの話なんですけど、ちょっと毎年カリキュラムが変わるのでこの通りではないんですけど、見比べてほしいのは1年生、専門理論っていうのがこんなにありますね。要は知識認識を深めるために、特に建築学科は国土交通省で定められた、建築資格を取る授業を持っていかないといけないのでとっても多いです。1年生プラス技能表現で、こういったことを学んでいきます。で、まあ、全体的には、この建築実技っていう部分ですね。制作に関わる部分は、1年生から4年生まで、一番大切で制作をずっと続けていくっていう授業は変わらないんですけれど、1年生はこんなにあります。で、2年生になると少し専門教育の方が減って、技能表現、もうこれぐらいになってきます。で、まあ1年生、2年次ではフィールドワークっていうのがあって、課外授業というか外に行って学ぶチャンスもいろいろあります。で、3年次、理論っていう部分が消えましたね。もう技能表現を学んで、あとはインターンシップといって社会に出て、社会実、いろんな事務所とか会社に行って社会経験をしてくることもできるようになります。で、建築実技というこの3つの柱で3年生はやっていきます。そして最後、ほらもう本当に制作だけになってくるという感じですね。ということで、まあ、全体的には最初はめちゃくちゃ忙しいです。でもどん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 それをやっていくと、もう最終的には制作に打ち込んでいける状態になっていきます。で、これからは写真を見てどんなことをやってるんだろうというのをざっくり説明しますね。まずこっちが1年次ですね。1年次は最初、いきなり図面は描けません。おそらくみんな初心者なので、できないんですけれど、まずはこういったプレゼンテーション演習みたいなんで、
スケッチとかパースの描き方とかを試していきます。で、今この時はビー玉転がしの装置を作ったりしてますね。で、毎年やってるんですけれど、身近なもので照明器具を作ったりもしていきます。これがだいたいスタートライン、こういった全然建築かなって思うことからスタートしていきます。で、紙で動物や虫といった生き物を作ったりもしていきます。こういったことでいろいろ手を使っていろんなものを制作していけるようになっていくんですね。で、そうやってやっている間に図面の描き方とか、模型の作り方とかを学んでいくので、後半になっていくと、まずは住宅、主人公の家というタイトルですね。住宅をまず一つ目作って、で、後期事業になると、住宅ではなく集合住宅。たくさんの人が集まって住むようなお家を作ったり、で、最後には美術館、博物館を考えてみたりします。一年でちゃんとこう、一つ一つやりながら最後は美術館まで行きますね。で、これが2年次。2年次になると、もう少し考える力みたいなのをとっても大切にしてて、これ新しい風景というタイトルのもと、風景の中に何かを入れて建築化するみたいな、ちょっとこう難しいように聞こえるけれど、そういった空想でいろんなものを建ててみたり、これはまあ極端な状況の建築っていうもので、極端な世界ではどんな建築が建つんだろうっていうのを考えてみたりします。で、片方、こういう1対1のスケールで家具を作ったり、いろんな木材をいじって、いろんなものを1対1で作るような事業もあります。で、こういうフィールドワークでお寺とか行ったり、いろいろ外に出て学ぶ、フィールドワークがありますね。で、その他課題で言うと、まあ、いろいろ毎年変わるんですが、こういった複合建築みたいな、住宅とか、美術館とかいった単体ではなくって、いろいろなものが混じった建築みたいなのを建ててみたり、この時は大学のサテライトキャンパスですね。公園を考えてみたり。建築っていうと建物だけかなと思うんですけど、公園っていうのも一つの建築と考えて、こんなものをしてみたり、最後には小学校、幼稚園みたいなものも2年生ではやっていきます。で、3年次、先ほど言った通り、スタジオに分かれます。なので、課題がもうバラバラです。ある人は、こういった1対1のスケールで本棚を作ったり。で、3年次ぐらいになると、成果台は、成果建築は 3D プリンターとか、レーザーカッターを持ってるので、それをフル活用して、こんな 3D プリンターで模型を作ってみたり。またこれもそうですね。子供のための家具を作ってみたり。こういった一対一のスケールから今度は全然違う大きな建築を考えてみたり。で、実際に学内で広場を作った時の写真なんですが、実際にこういったものを作って、みんなで作ってみたりもできます。で、他にはこのアパートのリノベーションですね。これ葉山先生が主体でやってくれたんですけど、みんなでアパートの中をの内装を考えて、実際それができるところまでを見て、プロジェクトが出来上がったりもできます。他にもビルの隙間プロジェクト噛んでますね。はい。で、とかこういったプロジェクトを考えてみたり、トンネルのコンバージョン。これ集合住宅ですね。トンネルを作り変えて集合住宅にしてみようみたいなこともしたりしています。なので本当みんなそれぞれ多彩な課題を3年生からこなしていきます。で、これが4年生ですね。4年生はなんとなくこう卒業設計も絡むので、パッと見たところ、本当に大きなプロジェクトが多いですね。これは新しい京都の市庁舎を考えてみたり、未来の都市を考えてみたり、とか、こういった街を考えてみる。子供の児童養護施設みたいな大きな施設を考えたり、
ホテルを考えたり、基本的に大きいプロジェクトが多くなりますね。これも街を考えてますね。で、かと思えば、もっと濃厚にインテリアを考えてみたり、これはホテルのインテリアです。を考えてみたり。で、これも街ですね。街並みを考えてみたり。4年生になるともう一人一人が自分のプロジェクトを持って、最後までしっかりと高い密度で仕上げていくといったような状況になります。で、成果建築のもう一つの特徴ですね。ワークショップとかイベントがたくさんあります。外に出て、まあ、海外の提携大学といろいろなワークショップをしたり、外でいろいろな展覧会をしたり、他にも学生主体でいろいろな活動があります。それをちょっと一つずつ言っていきますね。まずこれ、ジュリーって言われる風景です。1年生から毎回課題が終わると、こういったジュリーというプレゼンテーションの場所を持ちます。で、学生一人一人がこんなにたくさんいる先生や、ゲストの方も呼んで、その前で一人ずつ発表していきます。多分、すごい最初緊張すると思うんですけれど、これを重ねていくことで、どんどん社会に対して強い学生が出来上がっていきます。で、これは新入歓迎会の写真ですね。2年生が1年生に、この時は焼きそばを作って、みんなでワイワイする時かな。それを、そういった学生主体で新入生を歓迎したり。まあ、この写真は、バーベキュー大会。これ毎年やってます。夏に川に行って、1年生から4年生、卒業生も合わせてみんなにワイワイとバーベキューをしたりもしています。で、これが、同窓会ですね。卒業生がとってもずっとつながっていまして、卒業生だけでみんなで集まったこういったイベントもあります。あとワークショップ、いろいろですね。特に成果建築では、海外のと提携を組んだワークショップが多いです。これはイギリスのピーター・クックさんと一緒に学内でやったワークショップの風景写真。これは瀬島和夫さん、有名な建築家なんですけど、と一緒に犬島っていうところでやった時の写真です。他にもこういった海外の、ウッドベリー大学って書いてあるけれど、こういった海外の大学と一緒に同じチームで、一つのプロジェクトに取り組んだりもいろいろしています。で、他には、これ、子ども建築デザイン教室ですね。これ、特に葉山先生が、子どもと一緒のワークショップをされてて、それに対して学生も一緒になって子どもと、いろいろな政策をするっていうワークショップもたくさん持ってます。で、こういう学外での展覧会。で、こちらは5大学、5つの大学が一緒になって合同で発表会をするみたいなのも毎年今やってますね。で、これも外での大きな展覧会。いろんな人に見てもらう展覧会とかも行っています。で、あともう一つは、毎年毎年言ってるんですけれど、海外建築視察ツアーみたいなことをしてまして、希望者でフィンランドに行ったり、この時はドイツでのワークショップですね、を行ったり、アメリカのロサンゼルスに行ったり、フランスにも行きました。で、これもフィンランドでの、海外視察ツアーですね。これ毎年毎年行ってます。ただ、残念なのは、ちょっとここ数年、まあ去年ぐらいからコロナで行けないっていうのはちょっと残念なんですけど、なんとかしていきたいと思っています。で、もう一つ、成果建築での特徴は、救命館っていうものを持ってまして、先ほどから写真にある通り、みんな一人一人が木をいじっていろんなものを家具作ったりしてましたよね。要はそういう工房を持ってます。救命館という。そこには、木材や金属、樹脂などが
いろいろと扱える機器、機材があって、みんなが自由な時間にいろんなものを実際に作ることができます。本当に、この救命館はみんなが、とっても、利用してて、いろんなものを作ることを恐れない学生っていうのかな、大きな機械を使うことを恐れない学生が、に育っていきます。で、先ほど言った次がスタジオ制っていうのが、まあ、特殊な、制度で、各スタジオに3年生から分かれて、今まで40人とかぐらいの単位が10人ぐらいの単位になって、一つのチーム、まさしく設計事務所の中にいるような環境で学んでいくっていうのが、聖火台の特色だと思っています。で、まあ、これは文字だけなんですけど、要は、聖火建築ではいろいろ自由でたくさん外にも出て、いろいろやっていますけれども、ちゃんとこう、取得可能な資格も、ちゃんとこなす国土交通省に決められたカリキュラムもきちっとこなしています。で、まあ、いろいろ外に出ながらやるんですけど、まあ、なんていうかな、社会に求められる生活空間を総合的にデザインできる学科として、頑張っています。ちょっと文字だけでごめんなさいね。で、皆さんに見てほしいのは、実は聖火建築、建築学科はホームページを持ってます。で、その中で、卒業生がの活躍がたくさん見れたり、まあ、いつもどんなことをしているのかっていうのが、毎回こうアップデートされて見れるので、本当に興味があれば、ぜひともこの、建築学科のホームページ、聖火建築で検索して見ていただきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、高松先生ありがとうございました。皆さんなんとなく建築学科の、まあ、建築コースの雰囲気はつかんでいただけましたかね。多分最初聞いてると空間とか都市とか環境とか関係性とか、まあ、なんか人体の寸法とか、まあ、ちょっといろいろ難しい言葉がね、なんか出てきてしまって、なんか難しそうだなと思ったかもしれないんですが、まあ、その後にね、学生作品の写真なんか見てもらえると、まあ、なんとなく楽しそうな雰囲気がちょっと伝わったらいいなとは思ってます。まあ、建築っていうのはね、何かこう、ものを作って終わりじゃないんですよね。建築を作ることで、例えば、社会の中で新しい活動の場を作ったりだとか、新しい社会の価値観に対して何か、適応できるような場所を作ったりだとか、生活の場を作ったりとか、まあ、そういうことが、まあ、結局すごい大事なことなんですね。それが、まあ、究極の目標というか目的にもなってきます。なので、まあ、建築はどちらかというと最後はもう背景になるようなものなんですよね。で、まあ、聖火大学の、まあ建築コースは、まあ、建築家を育てるというふうに高松学科長も最初に言いましたけど、やっぱりそれが、究極の目標にはなっていて、まあ、つまるところ、やっぱりその皆さんには、建築を通してですね、まあ、社会に少しでもこう幸せになってほしいとか、まあ、そういうふうにまあ考えてもらいたいんですよね。で、そのためには、まあ、ただただまあ建築の箱の絵を描いたりだとか、模型を作ったりしてるだけではダメで、社会にはいろんな人がいて、いろんな考え方の人がいるわけだから、まあ、それに対応できるように、まあ、いろんなことを考えたり、いろんなことを試してみたりとか、まあ、身の回りにあるもの、何を使ってでもこうデザインできないかなって考えてみたりする、まあ、そういう姿勢なんかもすごい大事にしていて、だからこそ、まあ、4年間の中でできるだけたくさんの考え方に触れて、かついろんなやり方を試してみる。まあ、そういうことをですね、まあ、積極的にやっている、まあ、コースだと思ってください。で、あれだけね、こう、なんかな、1年生から4年生までの作品を見たときに、いろんなバリエーションがあって、いろんなスケールのものをやってるっていう大学はなかなかないです。これはもう間違いなくそう言えると思います。なので、まあ、楽しくですね、まあ、聖火の建築に、まあ、もし入ることがあれば、勉強ができる。で、しかもですね、大事なのは学生が主体になっているっていうことだと思うんですよね。
いろんなイベントをやります。なんだけど、まあ、結局社会に出て、まあ、建築家に求められるところっていうのはたくさんの意見をまとめたりだとか、いろんな職種の人をまとめて一つのものを作っていくとか、まあ、そういったことがすごい求められるんですよね。でそのために必要なものはやっぱりコミュニケーション力だったり主体性っていうところがあります。なので、まあ、在学中からも、与えられて何かをするのではなくてですね、まあ、学生が自らこうアクションを起こす、まあ、主体的に動くことで、いろんなことが始まるよとか、いろんなことが成し遂げられるよっていうことをですね、まあ、身をもって、まあ、経験できる、まあ、そういうカリキュラムをですね、まあ、組んでいるということになっています。まあ、あとでまた質問が、まあ、皆さんからもすでにいただいているものもありますので、そういった質問の中でも、より具体的にお答えをしていけることもあるかなと思います。ということで、ここからは、まあ、質疑応答に入っていきたいなと思うんですが、じゃあ、まあ、いくつかですね、もう皆さんからすでに質問いただいていますので、それにお答えしていきたいと思います。まず最初の質問なんですけども、1年生の授業はどんな内容ですか？もっと詳しく知りたいですということなんですが、そうですね、今まさに、私の方が、まあ、1年生の前半ですね、前期の当たる部分を担当しておりましたので、まあ、ちょっと話をするとですね、先ほど高松先生がいきなり図面描きませんと言いました。まあ、まさにその通りです。最初はですね、まず観察する力ってみたいなことを、身につけてもらいたいな、あるいは実際に経験をして知ってもらいたいなということがありますので、最初はですね、まあ、照明器具を作るという課題があるんですが、普通に皆さんのお家にこう天井から下がっていたり壁についている照明器具を作るというのではなくてですね、まず身の回りにあるものを観察をして、こうよく光を通したり反射をしたりするような、そういう素材をまず見つけてきてもらいます。でそういうことを見つけてきたものの特性を生かしながら、まあ、世の中に一つしかない照明を、まあ、照明器具、光を発するものですね、を作ってみようというような課題をやっています。でその後はですね、これまたちょっと童心に返ってというわけではないですけど、まあ、折り紙、昔やったことあると思うんですけども、まあ、折り紙の要領なんかを使いながら、一枚の紙からですね、立体的な造形物を作るというような課題をしています。でこれは自分の好きな動物、あるいはまあ架空の動物でもいいんですけども、何か一つを設定をして、一枚の紙を折ったり切ったり曲げたり編んだりしながら、まあ、動物を作るというような課題をして、まあ、立体構成、平面から立体構成の変換みたいなところをですね、まあ、身をもって、学んでみるということをやっています。で、まあ、それぐらいの課題がちょうど終わるのが、まあ、入学後2ヶ月ぐらいして、まあ、2課題やるんですけど、今まさに、来週の水曜日が公表会なんですが、1年生が取り組んでいるのが、まあ、主人公の家という、まあ、小さなある主人公、ある人物のための家を作るという設計をしたりしています。で、まあ、後期になると、高松先生からこれちょっと話してもらった方がいいですかね。うん、後期を見てるんですが、実は一番ハードルが高いのが、後期の授業はなぜか英語になっちゃいます。で英語でみんなでハローハローとか言いながら、和訳者になりながら、みんなでスピークアウトできるみたいな状況で、課題としては、住宅じゃなくてみんなで集まって住むような集合住宅、みんなで何かしら集まって住むような住宅を考えてみるのが一つあって、まあそれも全部英語でやるんですが、で、その次の課題が、美術館、自分の大好きなアーティストとかを見つけて、そのアーティストのためにやるような美術館を考えてみたりもします。なので、1年生の間にも前期から作ることから始まって、最後は美術館まで作っちゃいます。そんな感じで、後期は2課題で今のところこうやっていますけれど、そうですね、やっぱり、プレゼンテーションもすべてが英語なので、
いつもすごい状況の中で、でもとってもみんないいものをたくさん作って、面白い課題をこなしていってます。はい。はい、はい、ありがとうございます。今ちょうどちょっと英語っていうお話が出たんですが、ちょうど質問が来てまして、全部英語で行う授業があると聞きましたが、なぜなのでしょうか。なぜ英語が苦手でも大丈夫ですかっていう、まあちょっとね、まあ、心配もちょっと半分入ったような質問来てますが、どうでしょうか、高松先生。まあ、英語なくても日本ではクラスいけるんだけど、英語があることでやっぱり最適というか、いろんな人といろんなコミュニケーションが取れるっていう意味で、とりあえず声出して英語を喋ってみるのに慣れてみようよっていう感じですね。英語できない人だらけです。全く心配がなくて、途中でギブアップの旗もありますので、途中でギブアップっていうのも出てくるので問題ないです。とりあえずこう英語に接して、うん、スピークアウトする、コミュニケーションするっていうことが大切だと思ってるので、英語というラングエッジ、言語が絶対必要ではないけれど、そういう状況に全然いけるという人を作っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。でちょっと僕からも補足をしとくとね、まあ建築っていうのは、まあ、建築なりの決まり事があります。それは、まあ、図面っていうね、この世界共通なんですよ。でも世界共通っていうことは、ある意味、まあ、図面が、まあ、言語みたいなものなんです、建築でいうところの。なので、まあ、正直言うと建築の図面がしっかり描ける人は世界で仕事ができると思ってもらったらいいと思います。で、まあ、これは僕もちょっと、まあ、国外でも仕事をしてたので、まあ、あえて経験も踏まえて言わせてもらうと。ただその時に、まあ、図面とか模型とかって、まあ、そういう技術がしっかりしていればもうどんどん世界に出ていけるんだけども、やっぱり多少英語があるとね、その図面だけでは読み取れない部分をフォローしたりもできるので、まあ、すごく1年生の時にやって、まあ、授業で頑張ってやっているような内容っていうのは、まあ、社会に出た時に、まあ、すごく役に立つんじゃないかなというふうに僕自身なんかは僕担当してないんで気楽なもんなんですけど、まあ、横で見ていてちょっと思うというところは補足させていただきます。大丈夫ですよ、英語喋れるんだったらね。その代わり図面がしっかり描けるようになってほしいなと思います。じゃあ今度次の質問、建築家にはどうやってなるのでしょうかという質問が来ています。これはもうまず葉山先生、川上先生にお願いしようかなと思いますけども、葉山先生から何かアドバイスがあればですね。そうですね、建築家の仕事は幅が広いので、たくさんの人に会って話をすること、話を聞くこと、考えることで、自分が聞いた話の相手に対して何ができるかなって考えてみる、でクリエイティブに想像してみるみたいなトレーニングを積んでいくといいのかなというふうに思います。社会に出た後の経験っていうのは、建築関係の設計事務所とかいろんなところでできるんですけど、一番大事なのは相手を思いやる心とか気持ちを持つことじゃないかなというふうに考えます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ川上先生も一言お願いします。建築家といってもおそらくいろんな建築家がいて、有名な建築家、地域で活動している建築家、いろんな建築家がいると思います。でそれは葉山先生が言ったように、結局はその建築家が社会とか人とか周りのことを考えて、設計ができるかデザインができるかということ、それをしっかり考えている人が建築家だと思っています。で清華大学の建築学科では、その建築家になるための勉強課題がたくさん用意されていますけれども、それを自分たちが自由に、コマ数もそれほど、ね、多くはないところもあります。でも自由に自分たちが勉強して自分ができることをしっかり学んでいく。で大学でコツコツ勉強して才能とかセンスとかいろんなことがあるとかないとかで悩んだりもしますけど、結局はコツコツと一生懸命、自分で思った通り、設計勉強頑張っていた人が建築家になれるのじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。
じゃあ、ちょっとまだどん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 質問来てるので、次々行きますね。図面は世界共通とのことですが、模型も世界共通ですか？まあ、そうですね。世界も基本共通です。ただね、お国柄があって、まあ、材料の使い方であったり、表現の手法っていうのは、これはね、まあ、ある決まりはあるけども、表現の問題なので、もう個性を反映させてもらっていいんですね。ただまあ基本的なルールっていうのはもう世界共通です。で、さらに言っとくと結構日本の人はね、模型上手なんです。もうだからもう海外行ってもものすごい重宝されたりというか、もうこんな当たり前のことが逆にできないんですか、あなたたちと言ってもいいんじゃないかなというぐらい、大学でしっかりね、学べば、これも世界に通用します。ということはお伝えしておきます。次々来てますね。じゃあ、どんどんいきます。卒業後の就職率や、どのような会社、業種へ進んでいるか知りたいですという質問なんですけども、じゃあ、これは葉山先生、お願いできますでしょうか。はい。共有していいでしょうか。はい、大丈夫です。お願いします。できてます？まだできてないです。できてないですか。はい。ちょっとね、皆さんには分かりやすいように資料を共有していただきながら、回答をしてもらいたいと思っています。どうでしょうか。はい、共有が始まりました。大丈夫です。はい、ですね、これが例えば、卒業生たちがどういう会社に行ってるかっていうことなんですけども、建築家を目指す学生たちは、やっぱり建築家の事務所に、設計事務所の方に入って、そこで建築家から学んでいくことがあります。それから、設計事務所ではなくて、ゼネコンと言われるところ、清水建設とかですね、そういうところの設計部に入る学生もいます。それから、住宅系ハウスメーカーなんかに、ミザワホームとかセクシーハウスとかに行く学生もいます。で、建築設計以外のところで言うと、インテリアデザインとか、ディスプレイ、ショップデザインというような会社にも就職しますし、家具ですね。家具、柏木木工、家具のデザインの会社に行く学生もいます。その他では、本当、聖火の建築学科の卒業生は幅広くて、広告会社ですとか、デザイン会社ですとか、プロダクト、それからメーカー、地区のメーカーですね、そういうところに行ったりもします。それから、ゲーム会社にも、建築学科では構想力、想像力を鍛えるので、ゲーム会社なんかにも入ったりもします。あとは市役所にも行きます。で、大学院としての進学先を選ぶ学生もいます、という感じでなんですけれど、あと最後にですね、あ、いや、すいません。見えますか？見えますか？いや、まだ見えてないです。はい。じゃあ、ちょっとこれはやめにします。はい。はい。じゃあ、はい、ありがとうございます。ちょっとね、今ご紹介いただいたみたいに、結構いろんな、職種のに進みます。っていうのは、まあ、建築っていうのは、ゼロから本当に組み立てるんですね。建築の御免はもう基本的には構築するっていう、もうゼロから物事を組み立てていくっていうところがすごく求められる、ますので、まあ、先ほど葉山先生が言われたようにですね、構想をしたりだとか、まあ、仮に物を作らなくても何か物語を作ったりだとか、まあ、シナリオを描いたりだとか、まあ、そういうところにも建築学科で学んだことっていうのはすごく活かせたりするので、本当にいろんな業種に建築学科を卒業された人たちは結構進んでいきます。質問なんですけども、さらにちょっと就職絡みで、ちゃんと就職できるか不安です。優秀じゃなくても就職できるんでしょうかっていうことが来てますけども、まあこれまで多分葉山先生が一番多くの卒業生を見られてきてると思うので、ちょっと葉山先生に、ちょっとこれもお願いしたいんですが、どうでしょうか、葉山先生。ですね、私今まで1300人ぐらいの卒業生を見てきたんですけども、
就職をしたくないっていう学生は就職することができません。就職をしようと思った学生は必ず就職することができます。自信を持ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、だから大丈夫ですね。就職したければもう大丈夫。きちっと学科で学んだことを、ちゃんと学習をすれば、まあ、就職はできるというふうに思ってください。まだまだ来てるんですが、そうですね、デザインが、デザイン未経験者です。未経験でも事業についていけないですかっていうことが来てますが、これは高松先生、どうでしょうかね。まあ、デザインできるって言って入ってくる子はいなくて、みんなデザインを学びたくて入ってきてるので、みんな全然大丈夫です。でいろんな人と刺激を受けながら一つずつステップを積み上げて学んでいくので、全く心配いらないです。思っても見ないところでパンとこういいデザインが生まれるので、うんうん、大丈夫です。大丈夫ですね。さらにもうちょっと詳しく、特に、まあ、その中でも、まあ、デッサンありますね。よくデッサンって。デッサンも、まあ、未経験です。全くやったことないんですけど、それでもまあ大丈夫ですね。そうですね。まあ、未来っていうので、絶対こうデッサンいるかってみんな思っちゃうんですけれど、デッサンじゃない感じで入ってくる子もたくさんいて、一からデッサンが学べるので、全然心配はいらないと思います。うん。で、まあ、中にはですね、ただ、まあ、積極的な方も、まあ、いて、まあ、夏休みから、まあ、デッサン未経験者なんですが、夏休みから基礎だけでも身につけたいと考えていると。素晴らしい。何から取り組めばよいでしょうかっていうのがあるんですけど、まあ、これも、もう、芸大出身者の高松先生。うん。まあ、一番いいのは観察ですね。いろんなものをじっくり観察して、それを紙にこう留められると、書き留められるっていうことがとても大切かなと思っているので、それがうまいか下手かっていうよりも、手にこう落とせるっていうのが大切かなと思ってます。うん、はい、そうですね。僕もそう思ってて、例えば机の上にあるものをちょっと書いてみたりとか、自分のお家、住んでる家を外から見た時の風景を描いてみたりとか、そういう身近なものを、紙の上に落とすということで。葉山先生の声がちょっと聞き取りづらくなりましたけど、まあ、すいません、はい、今大丈夫ですね。はい、はい、そうですね、身の回りのものをね、まあ、下手だから書かないじゃなくて、まあ、下手っていうか、まあ、未経験なりに、まあ、どんどん書いていけばいいということですよね。ちょっと皆さんも、まあ、取り組んでみましょう。次の質問、ちょっと進みますね。建築コースと、これちょっと学科のコースのことですね。建築コースとライフクリエーションコースとの違いを教えてくださいと。いうことなんですが、これは葉山先生、何かお聞きがありますか。はい、聞こえますか。大丈夫ですか。大丈夫です。ですね、建築コースは広いです。街づくりから家具まで、うん。ライフクリエーションコースは細やかにデザインをします。身の回りのものからインテリアまでなんですね。ですから、学ぶレンジが違ってると思ってもらったらいいのかなというふうに思います。で、自分がどういうことを中心に学んでいきたいのかということですよね。で、身の前にあるこういう、グッズとか家具ぐらいまでだったらライフクリエーションの方がいいですし、もう少し大きくインテリア建築都市みたいなものにも興味があるんだったら建築学科がいいと思います。うん、はい、ありがとうございます。とても分かりやすく説明していただきましたが、分かっていただけたかな。じゃあ、質問はこれちょっとシビアですね。一級建築士の合格率はどのくらいですか。これ難しいですかっていう、まあ、ことなんですけども、まあ、学科の方で合格率とかっていうのは何か分かったりするんですかね。
いいですか。はい、早間先生お願いします。はい、合格率でいうと、合格したいと思って受験している卒業生は 100% 合格しています。ただし、1年間 一度で合格すると限らなくて、やはり2回、3回、4回と受験していって、必ず一級建築士とか建築の資格を取って自分で事務所を始めるっていう学生が多いですね。で、ある年によっては1年間で10名以上の合格者が出たんですよね。うん、出るとこれはもう新聞載っちゃうんですよね、うん、高校から問い合わせが来まして、はい、建築学科で一級建築取れるんですねっていう話があったりもしました。ですので心配しないでしっかり勉強してほしいと思います、うん、必ず合格します。なるほど、まあ、やっぱり意志の強さが大事ってことですね。頑張って、まあ、これももう勉強すれば必ず取れるということです。その他に、いただいております、学生の雰囲気や学科の雰囲気を教えてくださいということなんですが、これ高松先生、川上先生、何かこうエピソードなんかもあれば。川上さんよろしく。川上先生お願いします。エピソードはちょっとわからないですけど、建築学科は面白くて、なんか同級生同士のつながりもすぐに、自主室でみんな自分の場所があって、ホームベース的な場所があって、そこでみんな一緒に作業してて、ずっと一緒に過ごして仲良くなっていて、あと先輩後輩でグループワークをして同じプロジェクトをしたり、先輩の模型を手伝って教えてもらったりとかするので、とても仲良くなっていく。で、やっぱりことあるごとに一生懸命やったプロジェクトの後にみんなで食事行ったり楽しくやっていくので、はい、そのあたりは高松先生、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、なんかね、バーベキューしてる写真だったりとかね、海外研修に行ったりするっていうところを見ると、もうやっぱりなかなか入ったらもうみんな仲良しでワイワイやっていって、まあ、同じ目標をね目指して頑張っていくという感じだと思います、建築学科ね。で、じゃあ最後のもうこれ時間もそろそろなので質問です。まあ全員で、短めに、一言ずつこれ回答していきたいなと思うんですけども、まあ、受験のため、そして入学後の学びのために、何かしら今からやっておいた方がいいこと、あるいはこう身につけておいた方がいいことありますかっていう、まあ、質問をいただいています。まあ、これもうズバッともうお一人ずつ、じゃあもうもう僕の画面の並びで高松先生から、はい、お願いします。場所に行っていろんなものを見ていっぱい感じることです。はい、ありがとうございます。川上先生、じゃあお願いします。そうですね、まあ、たくさんいろんなものを見る、あと見てなんかそれを観察して自分なりに感じたことを書き留めたりとかする。で、それが社会のためにどういうふうに役立っていくか、で自分が今後人のため社会のためにデザインを通して何がしたいかなということをゆっくり考えてみたりしてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ早間先生お願いします。はい、それに今言われたことに加えて、その見たものをなんでだろうという不思議がある気持ち、面白がる気持ちを持ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。言うことなくなっちゃった気がしますけども、まあそうですね、まあ、自分が住んでいる町で好きな場所を10個ぐらい探してみてくださいというところで、まあ、これを全員からの質問回答とさせていただきたいと思います。それではですね、まあ、ちょっともうそろそろいい時間になりましたということで、今日の説明会はこれで終了させていただきたいと思います。もっと詳しく話を聞きたいとか、あるいは個別に相談をしたり、何かしら自分の作品あるんだけど見てほしいという人はですね、ぜひオープンキャンパスに来てください。我々にだけではなくてですね、まあ、在校生なんかも含めて皆さんをお迎えしております。
次回のですね、オープンキャンパスは再来週8月7日土曜日と8月8日日曜日の、まあ、2日間あります。時間は10時からですかね。はい。ぜひですね、まあ、来ていただけると、より、ダイレクトに、まあ、学科の雰囲気等が分かるんじゃないかなと思います。また、よろしければぜひですね、アンケートにて本日の感想を教えてください。これからチャットにアンケートの URL を記載します。この後、皆さんのメールアドレスにも回答のお願いをお送りしますので、まあ、都合の良い時、あるいはまあ回答してもいいよという方はですね、ぜひお願い、ご回答をお願いします。で、皆さんからいただいた回答は今後の参考にしていきたいなというふうに思っていますので、まあ、ちょっとした意見をですね、ぜひお願いいたします。その他のご質問や、ご相談は、オンラインや電話でも個別相談を受け付けていますので、ぜひ利用してください。そのことについてもチャットに URL を記載しておきます。よろしいですかね。まあ、それではですね、本日の説明会、これで、終了です。京都精華大学は表現する人を応援しています。今日の内容が皆さんの進学にとって少しでも参考になれば嬉しいです。長い時間ありお付き合いいただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。先生方もありがとうございました。これで終了です。さよなら。またお会いしましょう。